皆さんこんにちは、ツコミゴードです。あのね、2日前ぐらいに YouTube にちょっと投稿した、なんか動画作るならどんな動画がいいんですかみたいな、適当にね、あのね、自分でネタ考えずに投稿したんだけど、その中ちょいちゃんさんからゴードの就職活動の時代お話しする動画、就職活動で悩んでるから人生の先輩のお話聞きたいなっていうコメントがありました。ちょいちゃんさん、ちょいちゃん悪いが俺まだ就職してないからね仕事してないから、会社入ってないから、まあコンビニのバイトした時の話ぐらいはあるけど、就職してないよね。だから何とも言えない、面接で何をすればいいかもう俺もわからん。でも私は YouTuber である限り全然分かってないことを偉そうにペラペラアドバイスする役目はあると思います。はい、それは YouTuber としての務めであります。だからまあ就職活動したことない私がアドバイスしてあげます。やっぱりまあ仕事をするっていうのはお金が欲しいということなんだと思うんで、だからとりあえずうざがいに就職とりあえずうざがいに聞いてみましょう。就職活動はどうすればいいんですか？ジャパニーズこんにちはピカチュウ。 These Japanese, they love Pokemon and Pikachu. I don't know why they love it. It's like I think it's a kids show, but Japanese people love it. ジョブハンティングについて知りたいですか？私は特別教えてあげます。仕事を見つけるのは難しい。私も親戚にお願いしてとっても大変でした。そしてそれだけじゃない。親戚の会社が地方にありました。地方にあります。どうする？私はお父さんとお母さんからもらった1億円を全部使って会社の近くで家を買いました。皆さん大変と思うんですけど、ピカチュウのように頑張ってください。See you guys! あ、なるほどです。いや、私が聞いたのが悪かった。あ、ごめん。またね。就職活動ね。思うけどさ、今の、ちょうど今、60年代とかの、もう会社の中でめっちゃ偉くなってる人たち、社長、部長とか、そういう人たちをさ、会社入った時のはさ、バブル時代じゃなかった？なんか日本ではさ、まあね、日本で働いたことないからね、そんな実際自分で経験したことでもないし、なんかそんな何も言えないけど言うけどなんか偉そうだよね、日本の会社。なんかさ、海外はさ、もうちょっとさ、こういう技術ある人であるならぜひこの会社で働いてほしいという気持ちで、会社からでも、はい、この会社に入ってくださいって言ってくるんだけど、私が聞いた限りはさ、日本はみんな偉そう。なんか技術あっても、なんかいい大学卒業してもいい成績あっても、なんかみんな偉そうになんか変な面接させられるとか、そういう話も聞くから何とも言えないですね。そしてね、昔会社に入った人たちはさ、まあもちろん仕事できる人もたくさんいるんですけど、バブル時代とは違うよね。今は難しいと思う、就職活動。っていうかさ、今4月でさ、こんな動画出してもう何のためになる？就職活動3月よね。もう今さらこんな動画出してもあれなんだけど、まあ就職活動何する？みんな、じゃあとりあえず目立つ、いい風に目立った方がいい。あの会社が人を選ぶときさ、全然目立たない人はさ、難しいんじゃない？でも悪い意味で目立ってたら、例えば外人だったら、それ悪いように目立ってるっていうことになっちゃうからね、白人とかさ。だからそこは日本人にしといてください。で、一応俺は面接とか出るんだったら、面接するんだったら、まあ、とりあえず楽しくすればいいかと思うんだけどな。楽しいっていうか、そういう、あ、なんか面接ができてる上に、なんか仕事とか成績、それがある上に余裕を持って楽しく面接してる。そして、あの、その会社の方の人も、なんか、まあ一緒に仕事したくなるような人が一番受かるんじゃないか。
まあそれとただ給料がいいとか条件がいいとかなんかそういうのじゃなくて、本当にそういう会社がやってることが好きで入りたがってたら多分それも伝わるんじゃない？いや就職就職活動はね、いや俺全然わからないから、一番多分思うけど一番いいのは何かのつながりがあった方が会社に入れると思う。何かのつながり、ちょっとでもいいから、ちょっとでもいいから。あーやっぱりゴードはいつものことなんだけど全然分かってないよね。え、就職活動本当に大変だよ。もう世の中そんな甘くないですよ。ゴードはいい年して大人の世界まだ分からないんですね。あ、そうなの。難しいんだよね。いい、就職活動甘く見てたら絶対に生き残ることができない。そして私のように大きい会社に入れないよ。むしろ会社に入ってからの方が大変ですよ。まあ私は優秀だから他のみんなより仕事頼まれたかもしれないけど、これから仕事は人生の全てだと思った方がいいんですよ。いやでも確かエビフライさんも親戚の紹介で会社入ったんじゃないの？今忙しいから声かけないでね。私は誰かさんと違ってちゃんと仕事があるんですからね。あ、ごめん、忙しい中ごめんね。だそうです。就職活動は大変ですよ。なんか一回昔ブースト15歳とかの時にお姉さんにブーストでバイトしてみればいいじゃんって言われて、ブーストになんか適当な履歴書みたいな渡したら連絡が来なかった。俺の就職歴史はそれぐらい。一つアドバイスするんだったら、仕事とかそのキャリア、なんか今からどんな会社に入ればいいとか、なんか何をして生活していけばいいなのかって悩んでる時はさ、何でもありって覚えておいてください。何でもありで、俺だからこれ何でもありっていうのが一番説得力があると思う。俺はバケツドラムで稼いでる人だからね。何でもありですから。ゴミ箱から拾ったバケツ持って、なんかこのバケツ適当に叩いてそれを仕事にして、それで生活していきたいなっていうところから始まって全然うまくいってるからね。だから何でも想像力使ってください。想像力ね、視界広げましょう。何でもありからね。どんどん就職とか、なんかこの会社とかこの会社どっちかに入りたいから、なんかどんどん視界が狭くなってくると思うんだけど、特に今のインターネットがある時代は選択肢は多分自分が思ってるより10倍ぐらい選択肢はあると思う。自分が思ってるより全然選択肢はあるから焦らないでくださいっていうことぐらいしか言えないんだね。就職活動頑張ってくださいね。そんじゃみんなまたね。頑張ってピカチュウピカチュウ